充電開始。ちょっと充電されたか見るから、ちょっと待って、充電されたかされてないか、まあいいや。あ、そういうことね。充電がないんです。もうこれは4回分も充電ができるのに、お前はもう充電できなくなったのか。ダメだ。じゃあこんなのさしても意味ない。もしかしたらこの配信中にさ、充電がちぎれてもう配信できなくなってしまうかもしれないけど、見てね。はい、あれ、テロップ。あれ、テロップが出ない。まあこんなだな。はい、こんばんは。自己紹介、引っかかってるって。はい、こんばんは。自己紹介をします。はい、 NGT48 のテニス少女、みんなのハートにナイスショー、ありがとうございます。あなたの隣までアドバンテージ。小千谷市出身、15歳、高校1年生の小宮山沙羅です。よろしくお願いします。ナイスショット、サービスです。ありがとう。ちょっとお水飲む。お茶。はい、ということで今日は沖縄です。まあいないんだけどいないんだけど、今お家なんだけど、おじやにいるんだけど。クラゲありがとうございます。今日はなんとママがこんな感じのを買ってきてくれました。なんか沖縄のお店がいっぱいある。沖縄なんだっけ、まあいいや、沖縄のなんかいっぱい売ってるのがあったらしくて、その時になんかさらに買ってきてくれました。まずこれ、チンスコ。私は初めて食べる。あ、クラゲじゃないんだ。なんだろう、チンスコ。ほら、雪塩味。おじやと沖縄のコラボです。違います。次はサーター、サーターアンダーダー、ん、サーターアンダギー、サーターアンダギーを買ってきてくれました。宇宙人なの、あれ。はい、昨日はちょっと新潟にたくさん触れたので、なので、あの、雪国から南国に行こうかなって思って、沖縄。サーターアンダギー、初めて聞いた。そしてまたまた申し訳ございません。痩せる気がないのか、そう聞かれてももうはいとしか言いようがない。嘘です、痩せる気はある、見せられない。あ、そう、あとちょっと待って、おお、めっちゃ過ぎてるということで、カップラーメン、沖縄そば。はい、ということでこのね、3つ、チンスコ、サーターアンダギーと沖縄そば。そう、私はこれ一つも食べたことがないんですけど、今まで食べていきたいと思います。はい、とりあえず私が食べたいがために買ってきたって、あ、この企画をやってるんだって思った、そこの方、正解。嘘です。なんかこの沖縄そばには紅生姜を入れるみたいです。まあ入れとこ、紅生姜は食べれるんだけど、あと七味も入れなきゃいけないんだけど、
ちょっと七味初めて食べるからまあ入れようかなって。うーん、開かないわ。開かないわ。ハサミで開けるから、ちょっと君たちの後ろにあのハサミがあるんで、君たちとか言わんで。そう、見て、移動できんの。みんなはこの画面でしょ、ってことは見て、移動できんの、すごくない？ダイエットは明日から。せやで、サラは毎日明日からだと思ってるけど。ハサミできます。チョキチョキ。で、七味を入れる。で、ゴミ箱に捨てる。あ、ゴミよね。続いてはびっくりの七味を切る。あ、絶対辛い。ポイ。今日は直前まで寝ていて、そう、学校から帰ってきてなんかわかんないけどゴロゴロしてたら寝ていて、そう、メールを打って寝てて、あの短時間びっくりだよね。はい、混ぜまーす。ほぐしてほぐして、なんと27分ぐらいからあのお湯を入れて5分で出来上がるんだけど、なんと10分ぐらい経っておる。それでは沖縄そば見て。正面こっちですね。いただきまーす。まあとりあえず食べるんで。チャーシュー。いただくぞ麺。なんかね、昨日食べたやつ、昨日は長岡の生姜醤油ラーメンを食べてるんだけど、食べたんですけど、これはちょっとね、そこまで味が濃くもなくて、なんかどっちかっていうとどっちかなみたいな。そう、今日はカップ麺を食べております。一口ちょうだい。それでは、あっさり豚だしって書いてあった。うん、あっさり、めちゃあっさり。でも醤油って感じ。醤油ではないな、あっさり醤油。お高いでしょ。何かな、お高いかな。ママに聞いてみてよ。スープ飲んでみる。でもね、ちょっと辛いの。あ、こまあいいや。食べよう食べよう食べる。いやさ、さいやさ、さおこおこ。いやさ、さっていう感じ。ハイビスカス、ハイビスカス。いやさ、さシーサー、シーサー、君たちシーサー。うん、
通に美味しい。なんかずっと食べてられる。カツオ味、そうだよ、カツオ昆布だし、正解。はい、正解、1シーサー。はい、ササララン、ササランデさん、ササランさんさん、ん？ん？おじやに、わしたショップあるの？え、なに？頭にハイビスカス？あ、女の子ね、あ女の子が今マサルくんしかいなくて、あ、あとぼーちゃん、あれ？ぼーちゃんがいなくなって、歩いてどこかに行ったの。ソーキそばのカップ麺、沖縄そばっていうの、ウチナー限定発売。ウチナーなんとかなーって言ってるイメージ、なんとかな。今日もテンション高いよ。シーサーの顔、シーサーの顔は食べよう。いただきまんぼ、いただきます。めちゃめちゃ美味しいんだよね、それがさ。指ハート。坊ちゃん行方不明ね。王子市、王子市はコール。シーサー、コール。口開けてんの。これ晩ご飯。スクショで拡散。おい。ちょっとこれ気になってるからチンスコを食べてみます。私は初めて食べる。でもね、よく言うよね。あのなんだっけ。修学旅行でみんなが買ってきたみたい。まあ私は修学旅行沖縄じゃないんで買ったんですけど。何飲んでるの？麦茶。はい、こちら塩味のチンスコを食べて。甘いんだ。口の中パサパサになるの。なんという情報。チンスコって黒糖じゃなかった？あ、そうなんだ。でもな、サンサンタアンタギーみたいな、アンダギー、アンダギーがね、黒糖だよ。いただきます。まあ食レポに期待だね。うん、いただきます。言うの忘れてた。炎上。いただいてます。うん！ほんとだ。甘い。なんか、クッキーを甘って感じで、でも私は好きな味。どう？パサパサ、うん、パサパサなんだけどでもなんだろう、クッキーをこんクッキーみたいな、でもちょっと違う。何でもめっちゃ私が好きなやつ、わかる？あ、そう、甘じょっぱいっていうのが一番合ってるかもしれない。みんなが食レポしてるわ。うん、おいしいぞ。うん、ちょっと口の中は、私が好きなやつ、めっちゃおいしい。ぜひ皆さんは沖縄に行った時はおさらにお土産買ってくるよっていう方はチンスコ、うまいの、めちゃめちゃ美味しい。ちょっと食べるね、全部2本入ってたんだけど、ありがとうママという気持ちを込めていただきます。
うん、カロリーメイト並みに持ってかれる。おいしい。おいしいね。最後の一つになってしまいました。一口。せーの、おいしいさ。はい、それではカップラーメンに。もやねねね。沖縄行こうかな。ください。あ、食べちゃった。辛いのと甘いので胃袋が大変。でも私はそういう食べ方をします。よくあのね、食べ放題とか行った時いっぱい食べたいじゃん。冷たいの熱いの、冷たいの熱いの、甘いの辛いの、甘いの辛いのみたいな、一緒食べてられる。皆さんお待ちかねのサーターアンダギー黒糖を食べていきたいと思います。これは何ですか。小麦粉。本来中国の明帝料理、当時の貴族に賞味された揚げお菓子。揚げお菓子なんだね君は。健康的な沖縄特産黒糖を使い、沖縄の伝統菓子として今に伝えられています、ということです。あ、こちらも口の中がパサパサするものですか。そうなんですね。やっぱ水分、あ、やっぱり沖縄は新潟に比べてやっぱり土地も乾いてると思うので、いっぱい雨、あの雪降らないから。ちょっとママ麦茶おかわりしたいんだけどさ、ちょっと持ってきてって。うん、持ってきてくれるかな。もうこれしかない。なくなっちゃった。入れてや。お水をついでいる。今日ブスだよって言われた。全部言っちゃうからね。すごいブスってないから。ありがまと、ありがまとです。もうちょっと可愛い顔でやってって。仕方ないじゃん、ブサイク。もらいました。お皿ママはみんなのママより10倍大変ということで、ママからの麦茶と、そして今日はブサイクだよってお声をいただいて、サタアナギを食べたいと思います。口の中パサパサになると言われる皆様からの、でも美味しいっていう期待を込めて食べていきたいと思います。はい、それでは、
はい。本当は今日ブサイクじゃね。まあいっか、毎日同じ顔や。でも今日はすっぴんなんです。あ、お気づきの通り。いただきます。ダメだ、開けられない。私はパッケージを汚したくない開け方を一生懸命頑張っているから、ハサミで切るという決断に出た。 LINE の通知が来る。それでは、ででーん。あ、確かにドーナツみたいな。あ、ドーナツだ。こちらサーターアンダギーを食べていきたいと思います。それでは、いただきます。目、いただきます。うん、うん、めっちゃ美味しい。なんだろう、なんて言うんだろう、ドーナツみたいだけど、ドーナツよりは甘くなくて、私がちょうどいい。一生食べていけるような味だけど、黒糖なの。よくわからない。そう思う。分ける。あ、な、わかる。甘くない。甘いんだけど甘くなくて、だけどドーナツ、食感はドーナツみたいなんだけど、味はドーナツよりも甘くなくて、でも黒糖なの。わかった人。私基準むずい。私が好きな、私はどっちかっていうと、あまり甘くない、甘いのも好きだけど、甘いのはいっぱい食べれないじゃないですか、大体。そうそうそう、甘すぎない。そう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 。ほら、みんな、あ、はてな、おい。もう一回食べるわ。うん、うん、ふん。あのね、サーターアンダギーみたいな味って、そう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 、そうなの。そう、甘すぎるな、苦手っていう方も絶対に食べれる。なんかドーナツはちょっと甘すぎる人もいるじゃん、自分的に、心的に、自分の好き嫌い的に。でも違う、そういうことじゃなくて、そう、甘さ控えめなんだけど黒糖の味もするし、ドーナツみたいな食感なんだけど全然甘くない。わかった人。やっぱ100中でみんなわかったみたいなので、全部食べよう。待って、おいしい、おいしすぎてる。うん、口の中はパシャパシャ。いろんなところにね、どれぐらい光が当たってるかってマサルくんでわかるでしょ。こんなに当たってんの。はっ、口がもごもごするわ。パラサイト？パラサイトまだ見てないの。見たい。晩ご飯終わった？今食べてます。今ね、沖縄そば
とチンスコをまあ全部食べ終わっちゃったんだけど、サーターアンダギーを食べています。これが夜ご飯。おいしい。うん、やば。あ、麺まだあるの。リエさんの YouTube 見た？見ました。でも待って、ちょっと学校で見てた。でもちゃんといいねも押したし、チャンネル登録も押しました。うん、おいしい。そうなの、待って、リエさんからね、 LINE じゃないや、あのツイッターでリエさんに、あのリエさんのリエさんがなんと、あのね、あの待ってもう一回言うね。え、待って、これ見せられるのかな。ツイッターで私、あのね、リエさんに、あのリエさんに、なんかもうリエさんにとかも悔しく呼ばん方がいい、北原さんに、あのね、あの待って、もう一回言うわ。リエさんに、あ、待って、北原さんに、あの私こうやって送ったんです。送ったっていうか投稿したんですね。見てくださった方もいると思うんですけど、送ったらなんとね、あの、なんだっけ、なんでしたっけ、そう、あの北原理恵さんが、うん、もうダメ、私と理恵さんだけの秘密なんだけど、理恵さん、北原さんだけの秘密なんだけど、あのね、さんのねことをねツイッターに載せてくれたんです。ん、やばくない？ダメー。サラとリエさんだけの秘密ですし、あと本当にきっと昨日リエさんのオンライン生誕祭で、あの言ってくださった方も実はいたりいなかったり言ってくれると思うんですけど、あの、んー、もう本当にありがとうございます。心から嬉しくの嬉しきっていう心を、あの皆さんに、何でしたっけ、あのね、なんだっけ、そう、心から皆さんにお礼を申し上げます。ありがとうございます。ほんと皆さんのね、もうインスタグラムで送って、もう本当にありがとうございます。もうこれは私とリエさんのもう一つの思い出となりました。まず、だってやばくない？出会い方は衝撃だったよねって。マジかー、リエさん、私との出会いを覚えててくれたのかーって思ったよね。やばくない？だってやばいよね、普通に考えて。やばいんだけど、だってやばくない？だって本当にね、あの、何？もうね、あとね、あの、この私のこの写真もちょっと、どんな出会い？あ、もう一回喋ってもいいんですか？喋っちゃっていいんですか？昨日もあの喋ったんだけど、喋っていいんですか？喋っていいんですか？え、いいの？出会いを、もう3万回ぐらい今まで喋ってきたんだけど、もう一回喋っていいの？ダメ？聞きたい。オッケー。あのね、あの私はあのちょっとある事情があって、中学校3年生の時、去年ね、ある事情があって、あのみんなが劇場に行ってる時に、私は学校のね行事とか事情でちょっと遅れて行ったの。あ、まそこまではね、あのね、言ったことない。まあ、ちょっと詳しく話すわ。あの遅れて行ったのね。でみんなと一緒に、その、あ、その時劇場で会ったんだけど、
劇場入りはみんなと一緒にしたい、あ、したわけじゃなくて、私が一人でその学校の事情があったから一人でその劇場に着いて、でスタッフさんとそう劇場まで入っていく流れだったんだけど、その時にもう私はね、もうメイクもしてなかったし、レッスン着だし、もうすごいなんかもう田舎から出てきましたみたいな格好をしてた。そうで、ポニーテールで普通にいたんだけど、学校に行ってたからポニーテールだったね。あ、まあ壁車もポニーテールなんだけど、そうだからまあ一石二鳥。あ、そんな話は置いといて、長くなる、おいおいおい長くなるわまあまあ落ち着いて。あ、私がね、うん、あの何なんだっけ、どこまで話した、でまあ田舎から出てきたみたいな格好してたんだけど、それで普通に上がっ、あの普通にね劇場まで行ったの。そしたらその劇場、 NGT 劇場に入るその関係者入り口みたいなところがあって、そこに入ろうと私がしたのね。もうあと5歩歩けばもう関係者入り口に通れるみたいな感じの時に、こうやってタンタンって普通に、あ、みんなから遅れてるから早く行かなきゃみたいな気持ちでこうやって行ったの。そしたらね、リエさんが、あ、北原さんが、もうリエさんなんてもうおこがましくて呼べない、はい、ということで北原さんがその関係者入り口の向こう側から出てきたの、出てきたのっていうか、普通にもう普通にガチャッと開けて来て、止まるよね一回みんな、へっみたいな、そんなことあるないよね、やばくない、だってもう運命だって、そうのんでちょ、え、もう 3D 映画かと思うぐらいもうやばくない、ってなって、で私はその時になんかもうあのスタッフさんとかも、私がリエさんのことをあの尊敬してるって言ってたのも、憧れてるって言ってたのも、大好きって推しメンっていうことも知ってたんだけど、そう知ってたから、あれいるの言ってなかったっけみたいな、言ってないですよみたいな、もうそんないるんだったらもう綺麗なドレス着てくるのにとかも思ったんだけど、まあそんなことは置いといて、そう出てきて、えってなって、なぜか目から汗が出てきたんですよ。やっぱり憧れてる人とか好きな人、好きな人っていうか推しメンの、そうもう絶対あったらもう言葉が出ない、もうね、イエーイってなって、まあとりあえずイエーイってなって、でまあリエさんもこんな子供がいきなり泣き出すもんだからびっくりしちゃったのか、ええー、みたいな、もうリエさんの声を聞けさっていう感じは、私はまた泣き出すんだけど、そうそう、もうパニック、もう私はカイリちゃん級に、カイリちゃんの10倍ぐらい前もうパニックになったの、もうびっくりして驚いて、そうこんなもう子供みたいな、もう黒い子供がなんか泣いてたらびっくりするじゃん、さだってびっくりするよ、自分みたいな子が泣いちゃう、まあ置いといて、でなんかもうどうしたの、じゃあちょっと再現する、私ね、マサルくんが私で、あやべ、私がリエさんに、あやばい、なんてなるね、そしたらどうしたのって、頭をってなって、それでこうやってあーってやってくれたの、やばくない、え、やばいよね、普通に考えてもう私の頭にリエさんのお手が触れるなんてっていう、もう心が、あの何、え、もうどうしよう、 何のシャンプーで頭洗ったっけみたいなのもよぎってないんだけど、まあ今ちょっと追加したと思っといて、でなんかそれでなんかそのスタッフさんがなんかあのあれなんか名前言いなよみたいな、名前言いなよみたいなね、あの名前言いなよって言ったんだけど、でもね、あのそうやってもう私は名前も言えないぐらい、そう名前も言えないぐらい焦ってたんだけど、でもまあ勇気を振り絞って名前を言ったの、小宮山沙羅ですって、小宮山沙羅です、え、大好きですまでは言えたんだけど、その他が何も出てこなかった、もうリエさんがいるって言いたいんだけど、まあそんなことを本人の前の前で言ったらもうなんだこのガキはとか思わないと思うけど、まあきっと思われるのが嫌だとか、もう大好きですって言って、でまたまたもう素晴らしい、もう
気の利くスタッフさんが、じゃあ写真撮るみたいに、写真という状態でもう1日半ぐらい泊まって、それで私、あ、ごめん、リエさんになって、マシャル君、ちょっと私がリエさんになるのはすごいこうなんかちょ心がさで、それで普通にこうやってもう泣いて、もう笑い方も忘れた小宮山はっていう感じで写真を撮ったのっていう感じで写真を撮った。でもリエさんはもうほんと完璧なお顔で撮られていて、で私は笑ってると思って、笑ってるとね、あ、どんな顔してたっけ今忘れたんだけど、まあさっきから変顔しかしてないと思うんだけど、そう、そういう感じで写真を撮って、でその2枚を撮ってもらったんだけど、2枚じゃないわ、でそれでそのスタッフさんからその送ってもらったんですよ。でもうね、私ブサイク、なんでリエさんと写真を撮れるのにこんなブサイクな顔で撮ってしまったんだと思うぐらいの涙も出てこないほどリエさんが可愛かったんだけど、そう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 、意味わかったっていうのがあの出会いです。でちょっと待って、私見つけてしまったからちょっと言ってもいい？リエさんのスマホケース、私のスマホケース、まさかの色違い。リエさんはきっと10、私は11、きっと変わってると思うんだけど、この時の真似をしてしまったのかと思われたらなんか可愛い、なんか嫌だ、ね、嫌だなって思ってたけど、まあそんな、もうなんかもうなんか嬉しすぎて、お、意味わかりました。あ、たくさんギフトありがとうございます。そう、もうやばかった。でそれで今回引き寄りツイートをされまして、死ぬかと思いました。私は生きてますかと何万回も確認しました。私これを気づいたのがね、ツイッターを開いたのが何時ぐらいかな、朝じゃない、朝は開いてなくてお昼ぐらいに開いてたんだけど、そう、え、これは、これは、あ、引用、ごめん、ダメだ、リエさんにはまだ会えない、引用も読めないなんて、という気持ちは抑えといて、でその引用リツイートをされまし、させもらって、えで、え、私、え、でしかもこの文の中に生誕祭までありがとうって書いてあって、これはもうファンの方が言ってくれたのかと思って、もうみんな大好きっていう感じになりました。以上です。ということで、あのね、一回私たちはスタッフさんに一回あの確認しないといけないんですよ、こんな感じの投稿しまして、研究生は。でその時に、あの、あ、今スタッフさんに確認してて、そう、今 OK が出たので、今ね、いつからいつでも私はツイッターを投稿できるんですけど、作り話じゃないわそう、ちょっとできるんですけどね、そう、やばいよ、だってさ、まさかの太田入りかな、やばいよね、おかしいよね、これはもうね、神様が私に微笑んだよね、日頃の行いがいいからかな、そんなことない、だから今もう打とうと思えばリエさんの私が引用リツイートというものできるんです、うえー、ということで、じゃあ今からリアルタイムで投稿していきたいと思います、私のこの時の心の叫びを投稿するぞ。はい、投稿、はい、今投稿させていただきます。
やばくない？あの、私も引用リツイートをさせていただいてやるんですけど、やばくない？あ、来た？だってさ、下に私の投稿のぜひ見てください、あの、絶対にいいねとリツイートよろしくお願いしますやばくない？やばいよね。そう思う？そう思うよね。やばいよね。いいねしてよ。ありがとう。太田プロ入るしかね、入ろうかな、入ろうかなって言って入れるもんじゃないんだけど、そんなもん、そんなもん、ダメだ。完売おめでとう、ありがとうございます。嬉しい、もうそちらも嬉しくて、昨日はもう嬉しいこと三昧、もうね、何を祝ってんのか分かんなくなりましたね。太田プロの会長は新潟の人だよ、よろしくお願いしますあ、とりあえず沖縄そば食べるわ。うん、安定に伸びてるわ。今度はお皿に憧れてる、来る子、憧れる子が出てくるよ。いや、やばくない？それは。だるまさんありがとうございます。だってお皿に私に憧れたらさ、こんな子がもう一人出てくるってことでしょ？やめてよ。どうしてくれんね。もうダメよ。芸人枠で笑。おい、まだ食べ、さ、まだ食べ終わってなかった。昨日は生姜醤油ラーメンを食べたんですけど、今日は沖縄そばを食べました。リツイートしちゃった。ありがとう。筋トレクラブはお皿がリーダーなの？あ、そうですね。どちらかというと、ドレッドヘア似合いそう？ドレッドヘアってあれでしょ？ヨウヨウみたいな人たちがやってんの。ヨーヨー、俺はヨー、小宮山サラダヨー、今日も一日頑張ってるヨー、みんなのこと大好きだヨー、喜んで泣いて食って忙しい人、そうですね、忙しい、私は忙しい人間、やばいよやばいよ。あとで引用リツイートしたくね。ありがとう。ツイッターの動画うまいね。ありがとうございます。嬉しい、褒めてもらった。ぜひ見てね。サラちゃんに後輩できるのかな。やばそう。サラに後輩できたらさ、サラもリエさんみたいな人になりたいからさ、憧れる人間、憧れられる人間になりたいんだけどさ、サラに憧れたらどうなるんだどうなるんだ、やばない？サラに憧れたらさ、こういう、どうする、猫のぬいぐるみとか持ってさ、この子ワーンみたいな、同じ子が出てきちゃうよ、わー。今リツイートしたよ、ありがとう。反面教師、あ、そういう感じリプもしたい、あ、天国ですね、あ、ここは天国ですかサラパー、ヨー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 、あ、リカさんもオータプロですね。太田プロとか言わない、太田プロダクション。将来お皿推しファミリーが増えるかな。増えると信じてる頑張るぞ。はるか村からいらっしゃい。どうなるんだろうね。まず黒くなる、あ、確かに、まずテニスをやって黒くなるね。あ、違うかも、テニスじゃないかも、ね、外の、やばそう、カベシャーポニーテールだな。うん、伸びてるわ。リエさんにしてもらったことを後輩にしないと。そう、リエさんはもう本当にリエさんみたいな人間になりたくて。でもよく思うのは、あの、やっぱ一期生の先輩方いるじゃないですか。かっこよくて、かっこいいんですよ。私は、うん、私はね、後輩ができたら絶対にこの言葉を言いたいっていう言葉があって、聞く？うん、
なれます、保証します、私ごとでごめんよ、イエス。そう、まだちょっと後輩はできてないんだけど、後輩ができたら絶対に言いたい言葉があるんだよ。いい、じゃあ言うね。じゃあ後輩役して、まさるくん、さあが先輩ね。じゃあご飯屋さんに、食べ物屋さんで、私と後輩さんが、じゃあ名前、まさこね、君、まさこですって感じで、まあ後輩とご飯を食べてて、で、まあ、お会計になって、でお金を払おうとするの。あ、大丈夫って言って、お金を、私がお会計をするの。それで、ありがとうございますって言われて、後輩にもしてね、あ、後輩ができたらやってねって言いたいの。姉さんゴチになりますとは言われたくないけど。そう、やばくない？でもこの言葉はですね、あのね、みなみさん、みなちとか、みなちと日向さんがよく言ってくれて、さあが先輩になったら後輩にやってあげるんだよってよく言ってくれるんですよ、ご飯に行った時とかに。だから私は絶対にその言葉を後輩に、まさこに継がして、それはまさこもきっと後輩に続けていくっていうね。そう、やばくない？そう、よく、そう、ご飯に行ってもらって、それを絶対に言おうかなと思います。言おうかなと思います。言いたいんです。受け継がれる。リエさんは知らぬ間にいつもこう、あ、会計済まして、そこまでかっこよくなりたいんだけど、それはもうちょっとさすがに高難易度すぎるから、20歳超えたらやろ、25超えたらやろ。会計終わってますよが言われた方がかっこいい。そうなんだよね。でもさ、でもな、そんなちょっとさ、もう高校生かもしんないじゃん。高校生が会計済ましてるよはちょっと難易度高い。まさこ推しになるわ。なんでやねん。イエス。そう、やばいよね。おごってよ、おごってよ、おごってよ。そう、昔そう言ってたな。お、ゆかさんとか20歳前からやってたよ。いや、そうなんですけど、でもちょっと小宮山、ちょっとそうっすね。でもそういうこと言ってみたいんですよ。そう、先輩になったら。今はちょっとあれじゃないですか、後輩だから、ありがとうございますみたいな、ごちそうさまですっていう立場だけど、でも絶対に後輩はできると思うので、そういう時の練習をね、私の後輩といえば葵ちゃん。そう、都市的には、そうだからもうっていう感じで。いや、かっこいい。後輩にお金出させなかったな。そういうこと言ってみたいわ。言いてー、稼がなくっちゃ。後輩に常におごってたな。うわ、かっこいい。お皿テレビ見ないの？見るよ。10分前でごめん。いやいや。そう、あおちゃんが唯一の年下なので、私、あの、NGT で、下から2番目なんですよ、実は。だから、そう、一応ね、リエさんとご飯行くことになったら、いえ、呼ばない？それ、シチュエーション考えとかな。リエさんやる？あ、私、新潟の女。いや、なったら、私は、もう、ご飯を食べまくる。やばくない？え、普通に考えて、もう考えつかない、私には。
考えつかない。リエさんとは寿司屋でね、行きたいわ、行きたいわとか言っちゃいかんわ、行きたいけど心の準備が全然整ってないし、もうまずリエさんにもう一回会いに行くっていうところから、どうやったら会えるか、太田プロに入るか、太田プロダクションに入ることしかないな。ダメや。リエさんにはなんて呼ばれてるの？お皿？いや、もうそんなのも覚えてない。いや、多分あんまり、なんだろう、多分、わかんない、なんて呼ばれてるのとも言えないよ。いつから好きなの？いつから、いつからと言われると、そうですね、年長ぐらい何を話そう。え、もう無理じゃない？お猿の子、キャッチフレーズ変えるしか。ああ、新潟の女になりました。もともと新潟の女ですってなってしまうんです、私は。そうそう、そんぐらい前から、そう、私は AKB を知ったのが、あの年長とか、そう。逆に、じゃあな、逆になんて呼ばれたい？さーちゃん、さーちゃんって呼んでいいよ、さーちゃんっていう感じ。リエさんの生写真とか持って、それがですね、持ってないんです。あのね、私はもともと言った通り、ネットで何かを買うというものを一度もしたことがないんですよ。それだし、もう握手会も、あのお友達と一緒に行くみたいな話があったんですけど、私だけ会員登録ができなくて行けなかったという末路になりました。そんな悲しい出来事がある小宮山さら、一生テレビの前、そして YouTube に這いつくばってリエさんを見る日々。あ、公演とかね。どうします？一番最初に踊った AKB の曲は何ですか？え？いつ？ NGT に入ってから、それとも入る前？あげようか、昔のなら大量にリエさんある。欲しい！打たれた今。欲しすぎる。みんな嬉しいね。 AKB なんていうの、 XX。 リエさんはよく食べる子が好きだよ。え、じゃあもうサラじゃんサラじゃん。もうリエさん言ってよ、サラのことが好きなのっていう人加入する前でお願い。加入する前だと、初めて踊るあんまりね、あの、あんまダンスというものが私の身の回りにはなくて、あのね、小学校1年生の時にヘビーローテーションを踊りました、学年で。あと、そう、波乗りかき氷も、あの、お友達と一緒に覚えたことがあって、でも悲惨なぐらい下手くそなんですけど、やばいね。 NGT の時ありませんが、リエさん、いや、もう何でも、リエさんの顔が私の目の前にある、写真の目の前にあるものだったら何でもいいのです。もうリエさんがいることによって世界は平和になります。リエさんのサイン入りカレンダープレゼントして、欲しいよそんな優しい方がいるの。今年のタンプレ、リエさん生写真大量に行きそう。みんな大好き100いいね来たよ。え、本当にありがとう。あ、もうちょっとで時間じゃん、リエさん愛を喋っていたら。まあ、そんぐらい好きじゃ。本当に好きなんです、大好き。リエさんとプレゼント交換とかしたいね。いや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 、私が送るプレゼントなんて何を送ればいいのか、何を送ればいいの。
カレーのなんかレトルトとか、もうすごいレトルトとか送る。そういえばリエさんの今のモバメ、そう撮りたいの、撮りたいんだけど、撮りたいんだけど、私はモバメの撮り方が1ミリもわからない。 NGT の、 あの私がもともと入る前もモバメをどうしても撮りたくて、ママにモバメを撮っていいかと聞いた、 OK って言われたんだけど、 OK って言われたんだけど、でもね、モバメの撮り方がわからないの。今もなお撮りたいと思っているメンバーは多数いるのだが、モバメの撮り方がわからなすぎて撮れないという現状に陥っている小宮山。そろそろ30分になるからこの配信をやめなきゃいけない。そう、撮らないと。撮りたい。僕のサインいる？欲しい。どういうこと？リエさんのグッズはいる。もうみんな優しい。ということで、そろそろ終わりの時間なんですけど、今日は沖縄、そしてリエさんのお話をたくさんさせていただいて、サラちゃんのババメもモバメも撮ってね。はい、ということで、なんだっけ、そう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 、宣伝タイム。はい、今日は755ツイッターインスタグラムのフォローを、そして見てください、ぜひよろしくお願いします。そしてメール、フォトログもぜひ見てください。たくさんきっと面白いと思うので見てね。あとは、あとね、 NGT48 研究生で TikTok をやっているので、ぜひそちらもチェックチェック、よろしくお願いします。はい、明日は家族会議、お皿ファミリー家族会議をの日なんです。お皿ファミリー家族会議とは、お皿ファミリーはお皿のファンの方の愛称で、家族会議はモバメ限定でやっている質問返しをやらせていただいております。はい、そしてですね、今絶賛オンラインおしゃべり会の、オンラインおしゃべり会の6時受付をやっております。ぜひ皆さん、気になる日、そしてお皿のことが気になる方は、絶対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 お皿のことが大好きな方は、絶対絶対必ず必ず必ずぜひ来てください。はい、そしてですね、おすすめの日は10月30日1部と10月14日2部と9月27日7部と10月18日7部がいいところ、おすすめです。気になる気になるって方はぜひ来てください。6時完了、了解です、ありがとう。気になってるんだが来てよ。ありがたいことにですね、10月30日のね、2部が完売を初めてさせていただいたので、これからも頑張ります。ということで、はい、ぜひ来てください。ということで、もう時間が1分過ぎてしまっているので、今日のお皿ショールームは終了です。ほら、書いたのたくさんね、あるので、抽選落ちたが、何日、ぜひまた来て見てください。バイバイ。明日はですね、ショールームが、できないんですけど、そう、ちょっと用事があります。用事？お仕事が入りまして。こっちですね、カメラ。ですので、ぜひ皆さん、バイバーイ！またねー！じゃあねー。